行きましょうか。山本おかな奈君、お米との山本加奈でございます。早速質問に入りたいんですが、今の話、専門家会議をあのめ、ー、ぐるこの混乱っていうのはですね、極めて遺憾です。うん、もう先ほど来話を聞いてでも専門家の方々に対しても大変失礼な話だと思います。これまで一生懸命政府与党として一体となってやってきたわけで、我々としても大変このようなことが起きたことに対して。うん 息りを感じていいるところでございますぜひこうしたことは絶対にのとないようにしていただきたいと、あの強く申し上げて質問に、がらりと変えて、質問に入らせていただきたいと思いますが、今回のコロナの影響で,です、ね、住居確保給付金の申請、各地で急増しておりますが、具体的な申請件数、また決定件数、どうなってますか。はいい谷内局長お答えいたします 住宅確保給付金の実績でございますけれども、あの築地で取っておりまして、申請ケースで申し上げますと、4月が9067件、5月が4万3198件と、4月と5月を合わせて、申請ケースは5万2265件、また決定件数でございますけれども、4月につきましては2861件、5月につきましては2万4651件ということで、4月と5月を合わせまして、2万7512件となっております。 山本かなえ君あの稲津副大臣のご地元の福北海道は、ですね実はこの4月、5月だけ、2か月間だけで、前年同期100倍です、でちなみにあの佐々木政務官の石川県、120倍ですで、コロナによって多くの方々が大事な生活の基盤である住まいが、住まいを失いかねない状況になることが浮き彫りになったわけですけれども、この申請がただ急増しているだけじゃなくてですね、 新たに自営業の方だとか、非正規の方々が利用につながっているいこの点についても注目をすべきじゃないかと思います。関西のある自治体では、支給決定した方のうちの約3割、自営業、そしてその他を見ますと、一人親家庭だとか単身非正規で、就職氷河期世代と思われる方が圧倒的に多くなっております。で神奈川県のある自治体でも、30代から40代の支給決定が4割以上を占めていると伺いました。まあ、現時点ででは今ですねこの おもうどの自治体もこの業務のためにものすごい繁忙になっておりますので、統計作業まで手が回らないと思うんですが、どっかのタイミングで,です、ね、厚生労働省として、こうした利用者の状況であったり、えー、実態をです、ね、調査、把握すべきと考えますが、谷内局長、やっていただけますよね。谷内局長、お答えいたします。 あのまずあの支援の現場の方に聞き取りをいたしますとです、ね、例えばあの先生からおっしゃい、ま、今、いルいろおっしゃっていただきましたけれども、例えばスポーツジムのインストラクターやネイリスト、芸術関係事業者。 個人事業者のタクシー運転手など、多様な職業の方から申請いただいているというふうに聞いております。で現在、支援の現場では、数多くの申請に対して、迅速な支給決定に取り組まれているところでございまして、まずはそれを優先して対応していただきたいと考えておりますけれども、議員のご指摘を踏まえまして、どのような属性の方が、どのような状況で、この住居確保給付金を活用されているかなどにつきましては、 業務の状況を見極めながら、今後、自治体へのヒアリング等を行いまして、実態の把握に向けての調査を行ってまいりたいと考えております山本佳奈君。支給決定を受けた方のうち、仕事につければ、まあ、コロナがある一方、収まってきたときに、仕事が出てくれば、自立していける方も一定程度おられますけれども、また現時点で先が見通せませんので、ぜひ必要に応じてです、ね、支給決定の延長というものも、 えと期間の延長というものもぜひご検討していただきたいと思います、また今の支援の現場で一番問題になっているのは、相談だけで申請に至られないケースがめちゃくちゃ増えているということなんです、その理由のほとんどが、収入要件を超えているということで、えー、先ほど来、北海道、北海道って申し訳ないんです北海道ではです、ね、申請件数というのは相談件数全体のわずかたった2割にとどまっております。 で、住居確保給付金の収入要件というのはめちゃくちゃ厳しくて生活保護とほぼ同じです。で、もう少し収入要件緩和してもらいたいという声がですね。たくさん上がっています。また、あの家賃上限額も生活保護の住宅扶助基準扶助費と同じ。です でそのために申請が通ったとしても、家賃上限額が家賃より安い場合がありますから、そうすると差額を払わなくちゃいけないわけで、その差額が払えずに諦めている方も出てきています。これで本当に必要な支援を必要としている人たちに届きません。ぜひ、収入要件を緩和することと、この家賃上限額をせめてです、ね、地域の平均値の家賃とするように、 ぜひ引き上げをご検討いただきたいと思います。稲津副大臣お願いいたします。稲津副大臣、はい、お答えさせていただきます。あのご指摘の、えー、支給期間、それから収入要件、またあの支給の上限等につきましては、まあ、ご案内のとおりこれあの生活困窮者自立支援法に基づいて<ー>、えー、離職等により経済的に困窮し住居を失う恐れがある生活困窮者に対して給食活動等を要件として 家賃相当額を支給すると、まあ、こうしたことによって、まあ、住居の確保、収入の自立を図ると、まあ、そうした、えー、趣旨、そして目的を踏まえて運用しているところでございますが、あの今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、まあ、多くの方がこの住宅確保、給付金を活用されているところでございまして、まずは必要な方に確実に支給できるよう、えー 力を添えてままいいりたいとこのように考えておりますあのその上で、今、議員から北海道等々の実態もお話をいただき、そうしたご指摘を踏まえて、今ほど局長からも答弁をさせていただきました、この実態調査、その結果も踏まえて、要否を考えてまいりたいと、このように思っております。 山本かなえ君、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。あの住居確保給付金は、あくまで一時的な支援でございまして、その先を視野に入れた取り組みの充実が急がれております。で、そこそこで佐々木国土交通政務官にお越しいただきまして、ありがとうございます。で、まず、あの、最初に政務官、え務官によって、あの政府参考人の方にお伺いするんですが、現行のですね、住宅セーフティーネット制度では、住居確保給付金を受けた方がそのまま引っ越さずに。 その住宅をセーフティーネット住宅として登録して家賃補助などの対象とすることができないと伺いましたなんでできないんでしょうか、はい、国土交通省阿波野審議官お答えを申し上げます性格所得者などの住宅確保要配慮者の入居拒まない住宅として登録されたセーフティーネット住宅に つきまましてては家賃低廉化等の支援を行っいいるところでございますお尋ねの、すでに入居者がいる賃貸住宅につきましては、まず、セーフティエント住宅として登録することは可能でございます。一方、家賃低廉化の補助につきましては、公営住宅と同様に、入居機会の公平性を確保する観点から、原則として入居者を公募することを条件の一つととしていいるところでございます山本なえ君。 えっと、要は公募の原則があるからということだということなんですが、ご承知のとおり、あのこの住居確保給付金というものを受けるような住まいを失いかねない方が、新たにです、ね、住まいを作ることって難しいわけです。で引っ越させずに、その住宅をそのままセーフティーネット住宅に登録して、家賃停電課の支援していくことができればです、ね、マッチングの手間も省けますし。 本人にとってもいいですし大家さんにとっても安心なわけですで、そしてその結果セーフティーネット住宅の登録数も増えますぜひ住まいに不安を抱えている方が引っ越すことなく住んでいるままこの支援が受け続けられるようにしていただきたいんですが政務官いかがでしょうかはい、佐々木国土交通大臣政務官 ごご質問ありがとうございます委員のご提案、しっかりと受け止めさせていただきたいというふうに思いますけれども、政、ま、党、あ、としてはです、ね、今ほど審議官が申し上げましたとおり、入居者を公募するということが条件となっておりますので、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大、感染拡大の状況を とかです、ね、あるいは生活に困窮され、住まいに不安を抱えている方の状況等をよく見極めながらです、ねえー、検討を深めてまいりたいと、まあ、そのように考えておりますので、また今後ともご指導いただければと思います山本金井君検討を深めるが実現になるように、ぜひご尽力を賜りたいと思いますが、よくです、ね、福祉と住宅の連携っていうんですけれども、身をばっかり分け、 分かれてますから、ここをぜひこう制度としてつなぐようにしていただきたいと思うんですね。で、実際、この住宅セーフティネット制度の家賃低廉化制度については、対象者が公営住宅の入居者と同じ収入基準であるにもかかわらず、公営住宅と比べて国からの支援が薄いんです。で、だから家賃が高いんです。でただですね。実はあの今年度から特例として公営住宅。 建て替えの際にそこに住んでおられた方の移転先として、セーフティーネット住宅を活用する場合は、公営住宅と同水準の家賃への引き下げに対応した額を支援する特例というものがスタートしています、スタートしているわけであります、これってえと入居者の方の家賃というのが、だから公営住宅になるわけですね。国とか地方自治体は 家賃負担は増えますけれども、整備費が浮くわけです、で何よりも管理費かかんないんですね、これ大きいと、で大家さんも安心してでき、安心できますと、まあ、みんなにとっていいわけです。 でそもそも公家住宅って平成15年度に約218万戸をピークとして、1戸はもう一貫して減少してきています。で、経済的基盤の弱い若年単身世帯や子育て世帯は十分アクセスできていません。ぜひですね、この特例を建て替えのとき以外でも使えるようにしてもらいたいと、でそして例えば、先ほど申し上げていたいた住居確保給付金を受けている方の住まいを。あの そのままセーフティーネット住宅として登録していただいて、公営住宅並みの家賃に住み続けられるようにすると、そういうような仕組みをできるように、この家賃停電化制度拡充をしていただきたいんですが、政務官、バシッとぜひ答弁をしていただきたいと思います。はい、佐々木務官 はいえー、ありがとうございます、まあ、あのこのセーフティーネット住宅の家賃停電化の取り組みというのはです、ねあのまあ、地方公共団体のご理解とご協力がないとなかなか進んでいかないと、まあ、つまり国と地方で2分の1ずつ負担をしているという制度になっているものですから、まあそ,れをうまあ、その立てつけを前提としてです、ね、やっぱ進めていかなければいけないものでございますので、えー、ぜひそれはあのご理解をいただければと思います。まあ、その上で,です、ね、今委員ご指摘をいたただきました ご案内あったとおりです、ね、今年度より公営住宅の建て替えの際にはです、ね、従前居住者がセーフティネット住宅に移転する場合に、公営住宅と同水準の家賃にすることを可能とした制度の拡充を行ったわけです。またあの、先般の経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方を対象として、当面、重点的な支援として、最大で月8万円の支援を行えるよう、 一定の柔軟な対応を可能ととしたところです、まあ、これまでは、国のお補助上限というのは月2万円だったわけでありますけどこれをまあ月4万円にして、国と地方でえ安分して、最大8万円ということの支援を行えるようにしたと。 いいうことでもございます国土交通省としましては、セーフティーネット住宅の家賃低廉化を実施する地方公共団体の拡大に引き続き努めてまいりますとともにです、ね、今後の状況を見極めながら、住居確保給付金制度等を所管する厚生労働省とも連携して、公営住宅を含めた住宅セーフティーネット機能の強化に努めてまいりたいと考えております。 もうちょっといい答弁してくれるかなと思って、期待をしていたわけですが、とにかくあの我が党としても、あのこの問題について提言まとめます、あの必ず概算要求に載せていけるように頑張りたいと思っておりますが、あの今年の3月に、ですね、実はそういうあの、まあ、機金を高めていっていただくためにも、厚生労働省と国土交通省と法務省の関係部局並びに関係団体による情報共有や協議を行う、住まい支援の連携強化のための連携協議会を開催し していただく予定になってたんですですがあのコロナによって延期となりましたあのぜひこの協議会を速やかに開催をしていただきたいと思います、まあ、一堂に会するのは難しいと思いますけれどもオンラインと工夫を凝らしてぜひ あの開催していただきたいいと思まますでまた今日あの吉井副大臣、わざわざ来ていただきましたが、ありがとうございます、実はコロナ禍の中で、ですねあの外国人の住まいの相談というのもかなり来ました、あのこの協議会、実はあの法務省においては、保護局と強制局はもともと入る予定になってたんですけれども、出入国管理庁も含めたご対応をぜひお願いしたいと思っておりまして、あのぜひあの加藤大臣、またあの吉井副大臣、佐々木政務官、それぞれ、 ご答弁をお願いしたいと思います。加藤大臣。あの今の山本委員から、ルール、まさに住まいについて、特に生活に困窮されている方々をどう確保していくのか、ということについて、ご議論がございました。ま,あ、まさにあの私ども、福祉的な分野として、先ほどご指示がありました住宅確保給付金。 あるいは生活困窮者支援制度に基づく一時生活支援事業による一時的な宿泊爆書の確保等の施策、それから国交省では住宅セーフティ制度の施策等も進めているところでありまして、まあ、実はの平成28年から国交省との間においては連絡協議会を立ち上げていたと、そしてさらにそれに加えて、この3月には法務省等にも入っていただいて、また福祉関係団体、住宅不動産関係団体、 きうも新たに構成員に入っていただき、意見を聞くという形のものを予定をしていたんでありますが、ちょうどウイルスの感染がちょうどスタートしたというところで、残念ながら延期になっておりますんであので、まあ、ウェブ会議等とも活用しながらです、ねあの、早い段階で、えー、こうした協議会をか、えー、開催をさせていただいて、新型、今回の新型コロナウイルス感染症の影響等により、住居を失う恐れのある方、 あるいはま実際に失っている方々等に対して安定した住まいを確保するそうした視点に立ってま連携も破壊ながら先ほどさらにもう少し深掘りしろというお話もありましたがそういったこともしっかりと議論させていただきたいと思いますはい、吉井法務副大臣えまずお答えいたします法務省では外国人生活支援ポータルサイトにおいて新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた住宅確保給付金の対象範囲の拡大をはじめとする 関係省庁が実施している各種生活支援策を取りまとめて紹介したり、情報を地方公共団体の多文化共生部局に提供したりしながら、制度が活用される周知を図っているところでございます。他方、私の地元でも大変困っている、どこにどう相談したらいいのか、等々の相談が寄せられていることも事実でございます。で委員ご指摘のえ協議会ですけれどもえ、現在は出入国在留管理,管理庁は、オブザーバーとして参加するという運びになっておりますけれども、 委員会でのま早期に開催されそしてそこでの議論も深めてしっかりと対応して検討してまいりたいと思っております佐々木政務官はい、国土交通省から答弁をさせていただきたいと思いますまあ、今ほど厚労大臣そして法務副大臣からご答弁のあったとおりでございまして我々も住宅確保要配慮者のに対してはですね 福祉行政と住宅行政、より一層強化をしてです、ね、取り組んでいかなければいけないと思っております。まあ、そのため、あの厚労省等はです、ねえー、局長級の会議を平成28年12月から平成30年の9月にかけて、5回ほど開催をさせていただいております。そしてあのこの3月からはです、ね、あの法務省も入れた中で、えー、開催準備をしていたわけでございます。まあ、今後です、ね、このの新型コロナウイルス感染症の、えー 拡大を受けてです、ね、えー、まあ見合わせとったこの会議を、ですね、えー、今、ご提案あったように、ウェブ方式等、 会員形式を念頭にです、ね、まあ、早期の開催に向け、調整をしていきたいというふうに考えております。この連絡協議会においてです、ね、関係団体から新型コロナウイルス感染症の影響下における住宅確保用配慮者のさまざまなニーズ等を把握してです、ね、参照で共有しながら、今後の施策に生かしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご指導をよろししくお願いします山本佳奈君。本当にあのこのコロナの中で、ステイホームって言われた中で、そのステイするホームがないと。 そう,いうこの現実を目の当たりにしました、き、まあ、今日のこの議論を踏まえてです、ね、できょうは黒田審議官に来ていただいておりますが、ぜひこの7月に取りまとめられます骨太の方針に、新たな日常の中の基礎基盤として、この住まいの確保、また居住支援の強化、そういったことを盛り込んでいただきたいと思いますが、簡潔にお答弁いただけますでしょうか、はい、内閣府黒田審議官。 お答え申し上げます本年の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太方針に具体的に盛り込む内容については、現在、鋭意検討しているところでございますが、ただいまいただいたご意見、与党ともご相談させていただきながら、4月半ばを目途に閣議決定すべく策定を進めてまいりたいと思います。 最後に1問ですね、コロナの時に一気にデジタル化、オンライン化が進められていますけれども、ICT リテラシーが十分でない、インターネットへのアクセス手段を持っていない、低所得の生活困窮者が孤立し非公化から抜け出せないという実態がコロナ以前から指摘をされていました、今後、教育や雇用、公的サービス申請など、オンライン化が進めばさらに格差が拡大するのではないかと懸念されています。しかしし、ね、かどこもも実態を把握してないなんんですです支援策も十分ではありませんまず 実態を把握して、事例なども集めながら、どういう支援策が必要なのか、具体的に検討していただきたい、デジタルディバイドって、どうしても技術的な問題のような形で捉えられているところが多いんですが、諸外国を見ますと、低所得者の支援という観点があるんですけど、我が国のデジタルディバイドの中にないんですね、ぜひしっかりと対応を取っていただきたいと思いますが、よろししくお願いします、はい、内閣官房、二宮内閣審議官。 お答え申し上げます今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、外出の自粛や学校の臨時休業がなされる中での働き方,の働き方や学びの歩り方など、さまざまな課題を希望にしたところでございます。この経験を踏まえまして、対面によらず、遠隔でも社会機能を維持できる環境を整備することが重要でございまして、テレワークや遠隔教育の推進、 行政手続きのデジタル化などによります、社会全体のデジタル化を図るための施策の検討を進めているところでございます。また、その恩恵をすべての人が受けることができるよう、高齢者、障害者、条件不利地域等にかかりますデジタル格差対策にも取り組んでいるところでございます。その際、委員ご指摘の生活困窮者のデジタル利用につきましても、例えば厚生労働省で取り組まれております 就労準備支援の中で取り入れるなど、必要な施策を検討していくことが必要と考えているところでございます。今月にも策定予定の IT 戦略に、今後の取り組みを盛り組んでいくことといたしまして、厚生労働省で実施をされます予定の実態把握等を踏まえながら、生活困窮者にかかるデジタル格差対策を進めてまいりたいと考えてございます。はい、はい 私。